話をしよう。いつできるのっていうことだと思うんですけども、そうですね、どんな感じですか。はい、まあこれに関して言うならば、今の時点でいつってはさすがにちょっとまだちょっと言えないところがちょっとまだ辛いところではあるんですけれど、まあ、移植の仕事というのは、もともと他の人が作ったコードをもとに動かすものでして、実際今までこちらでも移植の仕事は何度かやってはいるんですけれど、まず最初にある程度動くまでというのがとにかくすごい時間がかかりまして、まあ、L 社会に関してはそのある程度動くまでというところが今最初の技術の山でして、そこはどうにかクリアはしましたが、で実際にやってみてある程度できて8割9割できたところで、なんか一つおかしい、でもこの一つおかしいのは一体どこだろう、それがわからないってところで、あれってところで時間がガンとかかるということがやっぱりあったりするので、ただそれをクリアできないということはないというか、今までそういうのは何度も経験はしてはいますが、ただそこで予定外に時間がかかってしまうってことはちょっとありますので、ちょっと今の時点では申し訳ないんですけども、ちょっとお待ちくださいとしか申し訳ありません。意外なトラブル出た。結構コロナにやられたりとかしてるんですね。そうですね、はい、私自身もちょっとコロナにやられて他の社員も一時期それで動けなくなったりして、そんで申し訳ないことにしばらくちょっとそれで開発が停滞したりもしました。いやいや、でもね、その時ね、やっぱり驚いたのが、そのメインプログラマーのニックと言ってたんですけれども、ことかばかに病気の内情を教えてくれるんですよね。業務報告の中に体調不良の説明が入ってて、すごい真面目だなと思って。いや、あまりちょっと、開発側に何か問題があって遅れてるというよりは、まあ、ちゃんと理由があった、ちゃんとこういう理由であった、遅れましたっていう方が多分、安心してくれるかなっていう、まあ、ちょっとコロナでかかったっていうのが安心されるかどうか、ちょっとともかくは、まあ、あまりそこでごまかすよりは、と思ってました。いや、もうすごくそれは安心しない。もう感知されたんですかね。コロナ自体はそうですけど、まだ若干後遺症っぽいのが軽く、まあ、でももう一応仕事は普通にできるようになりましたんで、もう大丈夫です。なるほど。もう今なんか困ってることって、直近で言うとどんなとこ困ってたりするんですか。まあ、今というよりは、まあ全般的にそうですけれども、まあやはり当時のソースコードがやっぱ思ってた以上に複雑だったというのは、ちょっとこちらの想像よりもちょっと上だったっていうのはちょっとありますね。やはり何かあった時に読まなきゃならないコードがちょっと多くて、まあ複雑で、まあただそれでも大体のところはもういけてはいるので、あとは、まあ、今すぐどうこうってわけではないですけど、あとはある程度行った時に、どっかこの一つのキャラクターの表示だけが何かおかしいとか、そういう変なのが出ないことを祈りますってところですね。なるほどね。なんか、追加のこととかってあったりするんですかね、コンテンツ的に。そうですね。まあ、ユーザーさんとしては、なんかやっぱ移植の時になんかプラスアルファがあるとやっぱ嬉しいってのはわかるんですけれど、今のところは残念ながらちょっとないとはないですが、ただ、少なくとも、まあ、スチーム版とか当時のプレイした人は分かれてるとか思うんですけど、ちょっと全般的にロードが長めですので、そこの改善くらいはちょっとやりたいなと思います。マジですか？はい。ありがとうございます。はい。まあ、ちょっと開発してる時でもやっぱりそこが遅いと、やっぱ開発の確認とかに時間がかかりますので、はい、はい。まあ、まあ、ここで言っちゃうともう後にはいけませんけど。あ、じゃあ、ちょっとだけでもテンポ良くなるって感じですかね。そうですね。はい。なるほど。いや、でもそれだけでもすごいアクションゲームなんでいいかなと思います。そもそもでも、L 社内って、スチーム版の時に SD 版にしたりとか、あと追加小説とかつけたりとかしてて、ボリュームアップはしてるんですよ。だからそういうところを引き継いで、さらに高速化するっていうところで、ちょっとご期待いただければ。今のところは、まあ、少なくとも、がっかりする移植にだけは申しませんので、まあ、まあ、まあ、私、信用してというのもなんですけれども、まあ、もしかしてお待ちくださいとしか、今のところはないですかね。ゲームの移植の難しさって多分一般の人わかんないじゃないですか。まあ、そうですね。はい。僕もね、やっぱり移植、いろいろ説明受けて思ったんですけれども、移植の難しさってそもそも移植を前提として元のやつを作ってないんですよね。もちろんですね。ほとんどのものが。はい。
まあ、それが当時の移植か、後の時代になってからの移植で、また話は変わりますけど。そうですよね。例えば、その L 社内で言ったら、当時 Windows XP っていう OS で作ってたわけですよね。で、それを今、まあ、移植してるのって Windows 10で使ってやったりしてるじゃないですか。まずそこを想定してないですもんね。はい、だって当時ないですから、それ、はい。XP の後に Windows 7が出て、8が出て、そこから10だから。はい、やっぱりそういう難しさっていうのもやっぱあったりするんですかね。まあ、それはありますね。先ほど言ったゲームエンジンが OS みたいなものだとか言いましたけれど、例えばまあ当時、まあ、当時 の、 あのゲームエンジンがもうすでに開発停止してるってことは、まあ、その当時 Windows で開発してたのが、もうその、まあ、言い方は悪いですけど、この Windows がなくなって MacOS でやらなきゃなりとなりましたとかなって、でその Windows のソースから MacOS に移さなきゃならなくなったと言ったら、それはそれですごい大変という話になると思いますが。まあそうですよ。誰も想定してない未知の海ですもんね。はい。まあプラス、自分たちがそれを開発してたんなら、どこで何やったかってなんとなくわかるんですけど、そういう場合って大抵移植する会社って当時の会社ではないことがほとんどですので、当時の資料がない。まあ、ソースコード、下手すると、ソースコードすら怪しい。あのデータがあるけれど、これ本当に本番で使われてるデータかすらわからない。組み込んでみたら何か違う。じゃあ本物のデータはどこだって探し回る。そういうような予定外のことっていうのが結構大量に出たりはするので、とにかくそういう未知の何が起こるかわからないところでやるところの難しさはあります。なるほど。はい。だそうです。ということなので、ちょっと、まあ、いろいろと皆さんもね、期待されてることあると思いますけど、もうしばらくお待ちいただければと思います。じゃあ、まあ、こんなとこですかね、今日。はい。また何かあったら、いろいろと発表していきたいと思いますんで、今後ともチャンネル登録などしてですね、更新情報をチェックしていただければと思います。アクアリートさんってホームページあるんですか、ね、はい、一応あります。あんまり更新してないですけれど、まあ、今回はこういうことがありましたので、ちょっと整理しましたので。じゃあよかったら概要欄とかにも貼っときますので、よかったら覗いてみてください。はい。一応先ほど言いました、自社のゲームエンジンについてもちょっと書いていますので、一応これは最終的に皆さんにも公開する形になりますので、まあ、興味ある方はぜひお願いします、はい。はい。じゃあそういう感じで今日はこれで終わりたいと思います。はじめは本当どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。はいはい、じゃあ、それでは失礼します。さよなら。失礼します。いいの。私の可愛い子供たちが悲しみに泣いています。行きなさい、あなたたち。弟の仇を取るのです。ああ、やっぱり今回もダメだったよ。あいつは話を聞かないからな。そうだな、次はこれを見ている奴にも付き合ってもらう。